こんにちは、ミルキーブルーです。本日のお題、札幌一番は水だけで作れる。ちょっとね、あるね、料理研究家の方が台風対策としてツイート発信してたんだけど、ちょっとね、今日はね、それをね、紹介しようと思います。まあ、今のところ台風はね、夜中にもろ九州を襲うみたいなんで、まあ、今のうちにね、撮ってるんだけど、まあ、このちょっとその料理研究家のツイートをまずは見てください。リュウジ料理のお兄さん、札幌一番って実は水だけで作れるんですよ。乾麺を水 450cc に浸して25分くらい置くと麺がかなり戻る。おまけに付属の粉末スープは水に溶けるようになってるので、スープもうまい。水さえあれば立派な食料になるので台風対策にぜひ。すごくない？これミルキーブルー知らんやったっちゃけど、ちょっとね、妻に聞いたら、この札幌一番だけじゃなくて、全部カップラーメンも焼きそばもね、乾麺だったら全部水でできるらしいとよ。だけんこの台風今もろ来てるけど、こういったね、ラーメンを、まあ、冷たいけん味がどうかわからんけども、台風のね、対策の一つ。まあ、台風以外にもね、食料不足とか、いろんな自然災害で買えんくなった時に、この情報はね、生きてくると思っちゃうね。料理研究家リュウジさん、ありがとうございます。まあ、ちょっとね、今とんでもない台風10号廃線がね、迫ってきてる状態なんで、絶対妻からもね、玄関から外見たりせんでってきつく言われてるんで、やじま根性はね、抑えてちょっと台風に備えたいと思います。また状況を報告しますね。それでは気をつけます。